本日も、堀口秀俊スペシャルの時間が、やってきてしまいました。先日、堀口秀俊くんの秘書っぽい人が、匿名掲示板に個人情報をボロンする、という事案が発生しました。許せませんね。しかも、その時ボロンされたのが、堀口くんが開示に成功したと思われる、個人情報であることが判明しました。なお、これから紹介する書き込みは、あくまで秘書っぽい人というだけであって、大前提別人ということでお願いします。その時の書き込みを見てみますと、秘書っぽい人と、別人の書き込みが、どうも入り混じっているようなのです。同じ書き込み元なのに、二人の人間が書き込んでいるという不思議。これはおそらく、秘書っぽい人が、面会などの時間制限付きでネットに触ることができ、面会終了後、端末の持ち主が書き込んだという可能性もあります。また最近では秘書になりすましたあからさまな偽物の書き込みも目につきますので気をつけてください。堀学の研鑽をある程度積んだ者がなりすましをして遊ぶのならまだしも、初学者ですらないお客さんがなぜか秘書になりすまそうとしていろいろ頑張っています。しかし違和感ビンビンなので、もしなりすましをするのならせめて初学者になってからやってください。さて、秘書っぽい人の書き込みを紹介する前に、 Google AdSense の開示に関するハイブタ様のポストを紹介したいと思います。それがこちら。裁判書面を見る感じ、レイヤさんと小林は去年の夏までには一回開示、仮処分の申請をして蹴られていると思う。その後、新制度があるじゃんって気づいて複数の YouTuber に対して一斉に再トライしたものの、実態が旧制度と変わらず全員取り下げ。マスクドと昆布茶は無理筋すぎて初知事態を取り下げ、飲酒代蹴散った。その結果、レイヤ、小林、マミリン、ヤクバ、ハイブタの意味なし開示になったのだと思います。そうです、堀口くんは去年の春頃にレイヤや小林などの YouTuber に対する開示申し立てを行ったと宣言していました。本人の X が消えてしまったのでうろ覚えになりますが、だいたい去年の5月から6月あたりに YouTuber の開示に着手したという白紙のプレスリリースが出ていたはずです。しかしその後全く続報がなく、新たに開示を申し立てているプレリリを出してからの例の Google アカウントのハッタリ開示のプレリリをしたという流れです。堀口くんが去年の春頃に行った開示については失敗したのではないかと私も思います。新制度で申し立てた開示についても通らなかったから、 Google アカウントで公開情報を開示してまるで開示に成功したかのような発表をしたのでしょう。なのでおそらく堀口くんは AdSense の開示については今のところ全て失敗しているものと思われます。もし成功していたら大喜びですでに発表しているはずですから、 Google アカウントのハッタリ開示をわざわざ行ったということは AdSense の開示に失敗していただからです。本当にわかりやすいですね。かわいちょ、しょうもないハッタリをするとその時はアホが信じるかもしれませんが、後でハッタリであることがバレた時にものすごく恥をかくことになってしまいます。後先のことを全く考えていない、いかにも堀口くんらしいムーブです。マイナスいいよこいよ点。 Google AdSense の開示は Google があらゆる手段を使って全力で抵抗してくるので、堀口くんの本人訴訟では全く歯が立たなかったのでしょう。仮処分などの書面を見る限り、堀口くんが Google の弁護士に勝てるとは到底思えませんから、あのざまではおそらく無理でしょう。去年の夏までにという根拠、最終的には8700万円の請求なのに、僕や小林のアカウント開示の反論書面で Google は5250万円までの反論しかしていない。これはそれ以前に小林の情報開示仮処分の申請を Google に出し、 Google が反論したところの使い回しだからだと思う。また堀口君自身も小林との著作権侵害異議申し立てバトルの時に裁判所に小林の怒りの動画の仮処分を申し立てたと思われる書類の PDF を Google に送っている。ただし名誉毀損の方なんて関係なし。結局 Google の AdSense 開示に失敗し、意味のないアカウント開示に切り替えたのだが、さも真っ当に開示されたように印象操作しようとした形跡が伺える。おそらくはノートカンパ金を集めるためと思われるが、あんなんでも見出しだけしか読めないバカは結構引っかかってたんだなと売上を見て思う。全然書面読めずに突っかかってきたバカもいたしね。堀口秀俊さんは開示を有利に進めていると聞いていたとドヤ顔で語っている情弱の方が実際にいましたから、男堀口のハッタリに引っかかる人も残念ながらごく少数は存在するようです。頭大丈夫か。こないだハイブタ様に絡んでいたリバイコアンチのアルミホイル税も完全に決まってましたからね。散々最低なことをしておいて、しかも虚言癖があり追い詰められると被害者面をする人間の言うことなんて基本誰も信じないんですけれども、下位1から2パー程度の人間は信じてしまうみたいです。とはいえ権利侵害の理由が決定文に書いていない。僕とマミリンさんについては自分でも苦しいと思ったのか、僕はノート記事の開示と抱き合わせで OK だけど、マミリンさんの方は当裁判所に謙虚な事実というところがポイントとわざわざポストしていた。よく読むと本件の権利侵害と全く関係がないのだが、これでいかにも真っ当に開示できたかのように見せようとしているんだろうなというのがプレリリ見た時感想だった。
封印されていてもなお、時間差で恥をさらしていくスタイル、さすがです。王が戻ってくる前に、他にも新たな恥ずかしい事実が発掘されたら、受ける、暇空茜様やノートに対する請求も取り下げ、カンパ口座の残高は、たったの3751円、攻撃訴訟を起こす気配もなく、ただ開示を連打するだけ、YouTuber の開示に失敗したのに、まるで成功しているかのようにプレリリをする。もうめちゃくちゃです。他人からお金を集めている人として、あまりにも無責任です。堀口くん、本当にカンパのお金を適切に使っているのでしょうか。なんか堀口くんの口座から、お金を抜いていると思われるハッカーのポストが、一部で拡散されていたので、そのあたりについては一度、詳しく説明した方が良いかもしれません。ぜひ有言実行の精神で法的措置を取り、カンパで集めたお金の人について、説明してください。そしてハイブタ様は、こんなポストもしていました。猫800さんであんなに消えるんだったら、俺とか Google マップで住所ボロンされてもおかしくないと思うんだが、その辺どうなってるのかね。堀口くんは、ハイブタ様のノートの開示に成功しています。ノートは CP 開示でも、住所がボロンされてしまうみたいなので、堀口くんは一応、ハイブタ様の住所を把握しているはずです。さすがにもう引っ越していると思いますが、しかし今のところ、秘書っぽい人が、ハイブタ様の個人情報を晒した、という話は聞いていません。堀口くんの中では、ハイブタ様や猫八様は、めちゃくちゃ恨んでいそうなイメージがあるのですが、そのあたりの基準がよくわかりませんね。ただ、猫八様の電話番号が晒されたということは、ハイブタ様の旧住所がボロンされるという可能性も、なきにしもあらず。ただ、そんなことをすれば、誰がボロンしているのか丸わかりなので、さすがにしないと思いたいですけれども、あるいは、さすがの秘書でも、暇空茜様以外の住所をボロンする気はない、という感じなのでしょうか。住所はダメで電話番号はセーフみたいな、謎の思考をしているのかもしれません。秘書の考えを予想するときは、相手が宇宙人だと思わないと、頭おかしなるで。ちなみに、ハイブタ様は最近、裁判所を訪れて、利害関係人という立場で、過去の書面を読み漁っているそうです。そこでは、男堀口が、書面が非公開であることをいいことに、自分にとって都合の良い、とんでも主張を繰り返していることが判明しました。これらの事実は、モロチン堀口くんの耳にも入っているはずです。あかん。ハイブタの情報をボロンすると、また猛烈な反撃が来るかもしれへん。せや、猫八なら反撃してこなさそうだから、ボロンしたろ。もしかしたら秘書は、こう思ったのかもしれません。秘書あるある、相手が反撃してこないと思ったら、急に一転攻勢しがち。さて、次行きます。次は秘書っぽい人の書き込みを、紹介していきます。今回紹介するのは、5月30日の書き込みです。1時間で20回近く書き込んでおり、1日でなんと86回も書き込んでいます。匿名掲示板が本業か何かですか？やべえと思って消したんなら正しい判断だわ。あとは400万円支払って OB に説話して許してもらえ。それでこの裁判は終わるんだろ。あいにく手をついて詫びるべき理由はありません。いやいや、もういいですからそういうのは、むしろ手をついて詫びる理由しかありません。というかむしろ、絶対に手をついて詫びることができない人間に対する、ある種の煽りではないでしょうか。それにまんまと乗ってしまうあたりが、かわいちょ。本訴訟はこれからだぞ。堀口の負け格で訴額は1040万だ。訴額がフルで任用されるとでも。まあ、さすがに満額認められる可能性は低いです。ただ、堀口くんは今まで散々、司法を舐め散らかしたようなムーブを、ひたすら繰り返し続けてきましたから、悪意ビンビンの堀口くんに対しては、結構重めの判決が出る。という展開を期待したいです。だってサイトを消すにしても、アクセスしづらくして、消しました、とか言ってみたり、さらにはようやく消したと思ったら、404ではなく403で、いつでも復活可能な状態だったり、ここまでやりたい放題やっておいて、本訴訟で一体どのような主張をするのか、楽しみにしています。カンバラ先生の腕の見せ所です。頑張れカンバラ先生。そしてこの後、秘書は唐突にへらり始めます。毎日8万円は草。今日消せば400万だからギリ払えるな。いや無職だから無理か。はい、この後丸んで楽になります。堀口はもうダメだな。破滅確定。丸んで楽になるほかありませんね。もはや、会話が成立していません。都合が悪くなると、すぐにそういうことを言い始めるのは、いい加減やめにしませんか。個人的には、言って責任を取ってほしいですけれども。というか堀口くんが死んでも、喜ぶのは空気入れてる弁護士たちで、市民たちは悲しむと思いますよ。それなのに、エコチェンスレにやってきてへらっている意味が、よくわかりません。秘書がこんなことを言うわけないだろ。いい加減にしろ。悪質ななりすましはやめろ。っていうか、なんで堀口くんでもなんでもない、赤の他人の秘書が、自丸をほのめかしているんですか。秘書だったらそういう時こそ、しっかり旋回割れ。ウェブサイトが残っていても叩くし、消えても叩く、どうすりゃ満足なんですかね。しかも、ウェブサイトが誹謗中傷やプライバシー侵害の口実になっている、と思うのが意味不明。あのウェブサイトと、例えば、ホビッチョ、ゴキブチ、風俗デキン、
丸春が、どのように関係するんですかね。わからないので誰か教えてください。何言ってんだこいつ、頭大丈夫か。感度3000倍で、誹謗中傷されただの涙の大騒ぎして、開示を推定1000件以上もやって、裁判所や企業に迷惑をかけている堀口くんが、誹謗中傷サイトを堂々と公開し続けているから、失笑されているだけのことです。そもそも、示談ビジネスをやるなら、せめて学習院告発サイトを削除してから、やるべきではありませんか。あんな誹謗中傷サイトを堂々と公開し続け、しかも合法だと尻滅裂な主張をしながら、誹謗中傷を訴えるというのは、本当に意味がわかりません。一体どういう神経をしているのか、本当に理解に苦しみます。ダブルスタンダードという言葉を、知らないのでしょうか。真の辞書に、ダブルスタンダードという言葉はない、という感じでしょうか。なめんじゃねえぞ秀俊、学習院告発サイトを公開していた、という事実だけで、堀口くんは未来永劫、笑われても仕方ないレベルの嫉妬なのです。告発サイトを消したから、もうその件はなし、批判されない。という思考なのでしょうけど、なんという自己中なものの考え方なのでしょうか。恐ろしいよ。告発サイトは、今後の堀口くんの人生で、一生背負っていかなければならない十字架です。なので、悔い改めて、いいか秀俊、反省するっていうのはな。心から本気で反省して、世間から受け入れられてもらえるように頑張って頑張って、それでようやくワンチャン許してもらえるかもしれないとか、そういうレベルの話なんですよ。裁判官から説教されて、慌てて403にしただけで、今までやったことが全部許されるわけないでしょ。せめて自分のやったことを公開し、反省の弁を述べ、OB たちに謝罪してから言ってください。しかし、今の堀口くんが謝罪したとしても、本気で心から謝罪していると信じる人は、残念ながらほとんどいないでしょう。言って償え、償う、一体、どんな罪を犯したというのでしょうか。少なくとも、殺よこの件に関しては、刑事でアウトを取られそうなレベルの投稿でした。あとは警察の解釈次第では、他でも引っ張られるかもしれません。そして秘書っぽい人はこの後、とんでもないことを言い始めます。これから実家で父親と丸々します。いやだから、生きて償えって、今さっき言われたばかりでしょ。何を言っているんですか一体。さすが、私はちっとも悪くない、などという、寝言としか思えないことを、堂々とほざいた男の秘書です。秘書がいなくなったら、誰が秀俊を支えるんですか。生きろよ秘書、生きて堀口秀俊を、一生介護しろ。と言いつつ、どうせ別の URL と防弾サーバーで新たにウェブサイトを立ち上げるだけです。学習院大学の関係者が謝罪と賠償しない限り、無限に続けますよ。はよわびて償え。早く詫びて償わないといけないのは、お前ゲイ、なんと秘書っぽい人、信じられないことを言い始めました。しかし、さすがに堀口くんがこんなことを言うとは思えないので、おそらく秘書が独断で書き込んだか、あるいはなりすましでしょう。404ではなく403になっていて、いつでもサイトを復活することができるということを考えると、頭おかしなるで、つうか、OB に賠償を求めるんだったら、早く訴えればよいんじゃないでしょうか。なぜ訴えもせず、誹謗中傷サイトを公開して、賠償を求めているのか意味がわかりません。そんなことをしていたら、いつか訴えられるかもしれませんよ。あ、もう訴えられてたわ。仕方ないから、クラウドフレアーからの間接行政金を使うほかありませんね。今日の時点で1000万円を超える債権が存在します。やれるもんならやってみろよ。秘書、やんのかやんのか。クラウドフレアが保有していない情報の開示を求めて、間接強制金をかけるなんて、やってることめちゃくちゃじゃないですか。こんなもん認められるわけがないでしょ。形式上、間接強制金が発生しているのは、クラウドフレアが無抵抗で、代理人すら出廷させなかったから、裁判所が堀口くんの主張を全面的に受け入れただけです。堀口くんが実際に、間接強制金を回収しようとしたら、クラウドフレアは全力で抵抗してくるはずです。企業とはもともと、お金を稼ぐのが最優先目的の集団です。企業に損害を与えるために、悪意のある妨害行為をしようものなら、全力で反撃してくるはずです。というわけで、ぜひやってみてください。頑張ってください。応援してます。笑い、アメリカのそこそこ大きい企業と、全面戦争するんですか。正気なんですか秘書探。やめといた方がいいですよマジで。なお、カルピス軍団は、誰も止めない模様。堀口くんの最大の敵は、自分自身です。そしてもう一つの敵は、カルピス軍団です。周りが敵ばっかりで、大変ですね。最低限今日までに積み上がった間接強制金払わないとね。その先には本訴訟の賠償金も待っている。賠償金いくらだと思う。学習院 OB は7年間理不尽を我慢してきたのにね。精神疾患と退学に追い込まれた私は、もっと前なら理不尽な目に遭っていましたよ。さらにエコチェンスレでは、以下のような書き込みもありました。
堀口くんにはめちゃくちゃ屈辱だと思うが、人間理不尽は飲み込んで戦うしかないのだ。これに対する、秘書の回答がこちら。どうせ暇空茜と学習院大学卒業生は、名誉毀損とプライバシー侵害の共同不法行為で損害賠償請求できますね。なんなら弁護士を対象にしても構いません。まず、もし私だったら、匿名掲示板で、〇〇で訴えることができる、とは絶対に書きません。本当に訴える気がある場合、そんなことをわざわざ言うメリットはないからです。これまでに秘書が、〇〇で訴えることができますね。〇〇で法的措置を取ります、といったことの中で、実行に移したことは何かあるのでしょうか。というかそもそも堀口くんって、例の住民票の関係で、現在は攻撃訴訟を起こすことすら不可能ではなかったのですか。実際、ノートや暇空茜様に対する請求を、取り下げていますし、もろちん、訴えるのは自由ですけれども、そういうことはいちいち便所の落書きに書かずに、さっさと訴えることをお勧めします。暇空茜様を訴えるのなら、まだわかるのですが、OB や弁護団を対象にするというのは、よくわかりません。一体、どういう名目で訴えるつもりなんですか？ひで国法違反、とかですか？笑い、エコチェンスレの中では、書面を暇空に渡している学習院 OB は、悪人だ、みたいな、ガバガバな主張をしている人が多いので、秘書も本気でそう思い込んでいるのでしょう。なんで書面を渡すのがダメで、個人情報をごろんしつつ誹謗中傷するのが、政府なんですか？エコチェンスレも秘書も、倫理観ガバガバすぎるだろ。そういや去年、堀口くんにカンパしたんだけど、なんでカンパ口座に3751円しか残ってなかったんです。弁護士費用とか印紙代とかに使っていますからね。これについては、私も気になっていました。攻撃訴訟を取り下げたのに、一体何に使ったんだと。ただ数百件以上の手続きを本人訴訟でやっているので、その名目でカンパのお金を使っているという可能性は十分考えられます。堀口くんの主張を信じる人がいるのかはまた別問題ではありますが、よかったです。ということは生間雄生弁護士への報酬はきちんと支払われているのでしょう。適当。やっぱりこいつ偽物だね。学習院告発サイトの立ち上げは堀口の学習院退学よりも先なので、精神疾患や退学の原因になった誹謗中傷やプライバシー侵害の話をしています。この日の秘書っぽい人について偽物ではないかという意見がいくつかありました。スレないでは以下のような指摘もありました。仮処分が出てから3時間経ちましたが、カルピス軍団の誰一人として、仮処分出たことにも、告発サイトが403になったことにも触れる奴がいません。ここで嘘でも堀口批判するなり、OB に寄り添った発言できる奴がいれば少しは信頼されるのにね。カルピス軍団は基本的に、堀口くんや、他人のことには一切興味がありませんからね。ただ暇空がなんとなく嫌いだから、という理由で、堀口くんを持ち上げているだけですから。なお、もしこの秘書っぽい人が、堀口くんだった場合、20時から書き込めなくなるのではないか、という指摘もありました。神奈川精神医療センターではネットに触ることができるのは20時までだからです。しかし秘書っぽい人は20時を過ぎても書き込みを続け、こんなレスを残しました。20時だよ、全員集合。いや、堀口くん世代だとそのネタわからないでしょ。お前さては別人だな。中身が変わったのでしょうか。ちなみに堀口くんよりも若干年上の私でもこのネタはよくわかりません。いやでも若い人でもネットとかで見て知っている可能性はあるでしょうか。措置入院、医療保護入院、精神病棟、あれだけ騒いで盛り上がっていたのに否定されちゃったね。もろちん、堀口くんが警察にいるのか病院にいるのか私は知りません。ただネットに触ることができない環境にいるのはほぼ間違いないでしょう。なんか煽るポイントが少しずれているんですよね。しかも本赤で煽るならまだしも、誰が書き込んだのかもよくわからない。匿名掲示板で生きるというのはダサすぎます。結局あれでしょ、秘書っぽい人は匿名化した状況でしか生きれないんでしょ。本赤では言っていない都合の悪いことも匿名化していると言えますから。むしろあれだけ殺丸予告を連発して堀口くんが病院や警察のお世話になっていなかったとしたら、警察の対応に問題があります。私は警察がきちんと対応をしたのではないかと思います。今日までと想定される間接行政金400万の心配はしないんだな。CF の再建振り替えは裁判所認めないのに、こいつは堀口のなりすましやろ。普通にクラウドフレイヤーから取り立てればよいのですが、まだ再建として認められてないでしょ。とっとと申し立てて権利に帰ろと堀口に伝えたら、間接強制決定は金銭再建です。民事執行法を勉強してください。なんだか、法クラか、準弁護士っぽい言い回しが出てきました。エコチェンスレでなりすましをする、知能の低い人だと、こういう書き込みはしないような気もします。なお、秘書っぽい人が言うには、現在クラウドフレアから、間接強制金を徴収することを、真剣に検討しているそうです。本当、狂気。さて、それではここで、突然ですが、今年3月の、秘書っぽい人の書き込みを見てみましょう。2024年3月23日、ロンロンボンボン皆様に大切なご案内です。現実と向き合う時間が参りました。4月中または5月中に発売される、週刊文春、または、週刊新潮、お楽しみにお待ちください。ボンボンロンロン。
残念ながら、もう5月が終わりましたけれども、文春または新潮で、それらしい記事は一切来ませんでした。何一つ、記事が出てくることはなかったです。残念ながら、はい、何なんですかこれは、やはり不可視だったのでしょうか。もう本人も、こういう不可視をしたことすら、忘れてそう。自分で作った設定を、自分で忘れてしまう男。なんだかどこかで見たような気が。頭が、なお、秘書っぽい人が、20時を過ぎた後も、延々と書き込みを続けていたことで、エコチェンスレミンたちは大喜びし、暇空負けた、とマウントを取っていました。保育園ですか、ここは。これらの一連の書き込みについて、本物か偽物か判断するのは、あなた次第です。途中で中身が変わった説や、同時に端末を見ていて、交代で書いていた説などもあります。童貞が取れていない匿名掲示板の書き込みが、20時を過ぎても続いているだけで、勝利宣言をし出すエコチェンスレミン、本当に大丈夫でしょうか。藤野は第3波に、頭良さそう。そういえば無限延期編復活するみたいだね。暇空茜による権利侵害と損害が、深刻になるので賠償金額増し増し。堀口くんが、ノートへの請求を取り下げたことで、暇空茜様の堀口くんノートが復活することになりました。その件について煽られたら、さらに賠償金を上乗せして請求しますよ。ふふ。という趣旨の回答をしています。しかし、あの記事内容だと、もし勝つことができたとしても、取れる賠償金は大したことありません。ただ、勝てる確率は結構あったと思うんですよね。それなのに取り下げるあたり、いろいろと積み始めているのでしょう。いくら防弾サーバー使っても誰が作成したか貫通でわかるので意味なくない。あくまでコピーサイトと主張するだけです。この、本当にどうしようもありません。特に損害出てなくないですか。貴殿の受任範囲内だと思いますが。受任限度は権利侵害の有無の判断材料です。損害の有無とは論点が違います。その上で、名誉毀損、侮辱とプライバシー侵害が勢揃いしていますね。どれも受任限度を逸脱しています。ホビッチョ連呼については、アウトが取れるかもしれません。しかし、その他の記述については、学習院告発サイトの方がはるかに悪質であり、ノート記事を違法認定すると、堀口くんにもぶっ刺さってしまいます。やはり告発サイトの存在が、足を引っ張っています。堀口くんにとっての黒歴史というか、自分の作ったサイトが、まるで呪いの装備のようになって、堀口くん自身を苦しめています。学業か治療を選べ、と言ってた時点で親も甘すぎる。治療一択だろ、外の大学なんて病気だろうと仕事だろうと通えない、通わない、時点で学業に専念する気ない扱いされるんだし。海外、広すぎる定期。どんどん罪を重ねる水原清輝容疑者。名誉毀損罪の容疑がかかっている水原清輝容疑者は余罪がたくさんありそうだね。余罪がたくさんありそうなのは、お前じゃい。どの口が言うとんねん、この口か、おん。今から〇〇〇〇〇〇〇〇号室まで遊びに行けばよいのかな。何のためらいもなく、平気で誰かの個人情報をボロンし始める、秘書っぽい人、本当に気持ち悪いです。マジ無理です。今後、警察沙汰になったり、訴えられたりして、できるだけ苦しんでほしいです。さて、これまで出てきた情報を見る限りでは、やはり男堀口は、ネットに自由に触ることができない環境にいるようです。もしかしたら、約3ヶ月程度は封印されたままかもしれません。となると、戻ってくるのは最短では、7月末ぐらいになるでしょうか。ただ、3ヶ月で戻ってくるという保証はなく、さらに復帰が遅れる。という可能性もあります。例えば、どこかしらの施設にいる場合、3ヶ月きっかりで外に出して、それで問題を起こした場合、その施設が責任を問われるかもしれないからです。頭おかしなるで。というわけで、堀口系 YouTuber たちは、しばらくは堀口くんが不在の中で、動画投稿をしていかなければなりません。頑張っていきましょう。最後に自前の広告が流れます。今回は、少し高めのワインをレビューします。ソムリエ監修の、オーストラリアの白ワイン、バイオレットセブン、です。なんとこちらのワイン、4500円もします。うせやろ。ぼったくりやろこれ。一応白ワインなのですが、綺麗なスミレ色で、グラスに注ぐと見た目が非常に美しいです。プラスイクイク点、味は半甘口ということで、甘めです。口当たりは軽いです。アルコール度数が低めなので、結構ごくごく飲めます。飲むとまず、上質な甘みが、口の中にふわっと広がって、後味にほのかな苦味を感じます。その塩梅がちょうど良くて、ただ甘いだけではなく、少し苦味も欲しい、という人にはおすすめです。一口目は、うっす、と思いました。でも、飲んでるとなんか癖になるんですよねこれ。人工香料や甘味料、着色料を一切使用せずに、この色を出しているのですから、驚きです。凝縮された果実味と、ほんのり漂う花のような香りを、ぜひ一度味わってみてください。少し高いので、特別な日とかに、透明なグラスに入れて飲むと、テンションが上がると思います。詳細は概要欄からどうぞ。最後までご視聴ありがとうございました。